たち、やっと栄誉騎士の凱旋だね。こいつと一緒にトワリンとじゃれ合ってきたぜ。 That was nice. でも昨日帰ってくるはずじゃなかったの？ジンさんが一足先に帰ってきて、あんたたちの活躍をみんなに話してくれたよ。ああ、いつか私もそんな大舞台に立てたらいいな。うん、そうだね。せっかく手に入れた平和だもん。今回の件が無事片付いたのは、あんたたちの頑張りがあったからだよ。ありがとう。ふふん、礼なんていらないぞ。そういえば、アンバーはここでオイラたちを待ってくれてたのか？今回の任務は衛星とはまた違ってて、そう余裕はないんだ。ほら、今は後片付けをしているとこ。後片付け？モンドに何かあったのか？ There seemed to be a war or something? うん、ジンさんがいない間に近くの魔物たちが総攻撃を仕掛けてきたの。幸い前々からヒルチャールの動向は探ってたし、奴らの拠点がモンドに近づいてきていることには気づいてたからよかったけど。あ、覚えてるぞ。アンバーと初めて会った時もヒルチャールの巣を片付けてたよな。そうそう、ああいった準備を怠ってたら今頃モンドは危なかったかもね。うん、でもなんだかおかしいんだよね。ヒルチャールに総攻撃を仕掛けるような指揮能力はないはずなのに。だから今回の件はアビス教団が裏で糸を引いてると思うの。あいつらがヒルチャールを操ったってことか？もしかしたらね。偵察騎士として、ああ、ごめんね、せっかく帰ってきたのにまたこんな話しちゃって。あ、そうだ、人参とお肉のハニーソテーをご馳走するって約束してたよね。今まで流災のせいで行けなかったし、今回の勝利をお祝いしておごってあげる。やったー、アンバーが忘れててもオイラは忘れてなかったけどな。私も人参とお肉のハニーソテーを久しく食べられていないんだ。鹿狩りで待ってて、ここの片付けが終わったらすぐ行くから。よし、ナイス。 There they are. いらっしゃい。はあ、釣れないな。親友の俺を無視する気か？あ、The handsome Mr. Kaya。 実力だけじゃなく騎士としての美徳、ユーモアも兼ね備えてるようだ。モンドの新たな英雄が目の前にいると思うと、騎士として心が震え立つもんがあるな。ガイアがまた適当に褒めてる。俺が言ったことは本心だぜ。頭ん中を整理したくてな、静かな場所を探してたんだ。他の騎士は後片付けしてるっていうのに。考えるっていうのも大変な仕事だ。むしろ戦場の後片付けの方が楽だと思うぜ。ほーん、その考え事って？アビス教団のことだよ。流災でジンがモンドにいなかった間、アビス教団にとっては絶好。もしお前がアビス教団のものなら、こんな絶好。真相を見極めるため俺は待つことにしたんだ。それにお前たちが風流廃墟で激しい戦いを繰り広げている間、門城内に不審者がいたんだよ。モンドの城内にか？ああ、他の騎士が城の外で戦っていれば、城内の守りは必然的に手薄になるだろう。だから城に残っていた俺はアビス教団の侵入者とちょっとばかしやり合ってな、あの手この手で情報を聞かせてもらった。その情報っていうのが、そいつらアビス教団を裏で統治する者のことだった。アビス教団を統治？トワリンをあんな風に戦いの道具とさせたのも
その統治者の仕業だ。あの手この手ってどんなことして情報を聞き出したんだ？そこは俺の天才的な話術によるものだと思っておいてくれ。その統治者はアビス教団の魔物に。まあ情報共有はここまでにしておこう。アンバ、一緒に戦わなかったことを怒ってるんだろうな。じゃあお先に失礼するぜ。ガイア先輩に逃げられた。やっぱ後ろめたいんだ。そうなの？あの話術に騙されたんじゃない？まああの人のことは置いといて。もうクタクタ、お腹もペコペコだよ。先に注文させてもらうね。サラさん、人参とお肉のハニーソテーちょうだい。 Just pick your seats。 流災も落ち着いたけど、あんたたちはこれからどうするの？多分モンドを離れて七国を旅しながら彼女の家族の手がかりを探すかな。そっか、じゃあしばらく会えなくなるんだね。大丈夫、どこだろうとも風が届く場所であれば、あん、うん、モンドはいつでも歓迎するよ。早く食べようか、じゃないとお肉が冷めちゃう。がおすすめするだけあって期待通りだな。当然だよ、料理の腕にはあまり自信ないけど舌に自信はあるからね。あ、そうだ、伝え忘れるとこだった。ジンさんが大聖堂で待ってるって。天空のライアーのことみたい。早く行った方がいいかも。 Can't you tell me earlier? Poor guy is still waiting there without eating. こちらは教会から天空のライアーを回収しに来た祈祷牧師のバーバラだ。Oh, that's Barbara. Yeah, she wants to be a pop star. So Barbara actually works in the church. That's lovely. I mean, yeah. 夫人のご加護があらんこと。She wants to do good, right? 代理団長と比べてそういう言葉を口にする資格はないかもしれないけど。皆さん、モンドを守ってくれて本当にありがとう。平和に解決できてよかった。本当にフーマリオと戦うことになっていたらどうなっていたことか。ああ、これでファデュイも口出しできなくなった。こんな風になって彼らはきっと悔しがっているだろう。セピロス騎士団に圧力をかける理由を失ったからな。スネージナヤが横暴だというイメージを植え付けただけで。はいはい、それで天空のライアーを持ってきてくれたわよね。代理団長の担保も無限じゃないわ。数奇教に何度催促されたことか。も持ってきたけど、うん、ちょっとな。お、貸し出し料とかは必要ないから安心して。教会には寄付金があるもの。Oh, that's painful. その… Yeah! 天空のライアーが！バルバダス様、バーバラは一生かけて謝罪をしても足りないわよ。はあ、いいや、天空のライアーを僕に貸して。That took a while. That's nice. どうして天空のライアーが。あ、オイラにも見せてくれ。ダメダメ、どう直したかはわからないけど天空のライアーはもう貸せないわ。さて逃げようか。僕が天空のライアーを修復する現実、いや魔法 100% 完全無欠じゃないからね。何？おう、
Oh boy. That's really bad. Barbara is gonna faint. Oh yikes. モンドに迷惑をかけたんじゃない？それはハムスターじゃなくてネズミだと。今はあんたの話なんてどうでもいいの、無礼な吟遊詩人。おお、that's bad。今はこの程度なのね。君が僕を嘲笑えるのはその主人から借りた力のおかげかな。チェスの駒とは程遠いわね。それは多分君にセンスがないからだと思うよ。いいわ。That's rough。 心を手に入れたもの。行きましょう。騎士団が来る前に証拠を残さないようにね。So much time has passed. That's a bit weird English. Oh, Eyokushi, 目が覚めたんだね。彼の状態は大丈夫って言えないかも。あなたたちが大聖堂の外で倒れていることに気づいて元素力で治療したんだけど、あの詩人は先に目が覚めてね。でもおかしいんだ、私の治療が彼の傷には全然効かなくて。こんな患者は初めて。彼はこれが普通だよって言いながら大聖堂を出て行ったんだけど。出て行った？どこに行ったんだ？モンドの英雄の象徴。確かにステアバックティンだとしたら、from Venti, right?止めようとしたけど、ジンが、ジン団長が行かせてやってくれって言うから、なんだか変だよね。確か、ウェンティは前にあの木の下で傷を癒してたよな。風神と風たちの血のつながりが理由だろうな。きっとジンも気づいたはずだけど。Yeah, let's go there. That's really rough. Wow. That's horrible. Poor guy. What? 木々の隙間から流れる風は心地よく、僕の好きな匂いがする。前回の僕も同じようなこと言ってたよね。はあ、なんでこのセリフを言うときはいつもついてないときなんだろう。気づかれてたか。はあ、一般人に話せる内容じゃないんだけどね。君も知ってると思うけど、神の目はごくわずかな人しか持てない外付けの魔力機関だ。それを持つ者たちは神の目を通して、実はね、神の目の所有者はみんな神になる資格を持っているんだよ。幻神？聞いたことがない言葉だな。うん、それは本当の神しか知らない秘密だからね。その代わり、神の魔力機関は天空の島と共鳴してつながっている。ただの光るガラス玉だよ。不要な疑いを避けるための。じゃあさ、さっき会ってすぐオイラを吹っ飛ばしてウェンティの神の心を奪った悪い女は。彼女はシニョーラ。
ファデュイ11人の執行官の、ファデュイの執行官はみんな彼女のようにスネージュナヤの助行によって神のような権力を与えられ、スネージュナヤの、うん、七神の一柱、スネージュナヤパレスに鎮座する氷の助行。ファと七神間の関係は全員仲がいいわけではないけど、まさか、おお、500年前の彼女を僕は知ってるけど、今の彼女はよく知らないんだ。500年前のとある大きな災害の後、彼女は僕とのつながりを全て絶ったからね。でも氷の神とファデュイのことは、七神を全員探すとなると、君の旅はおそらく困難に満ちること。まずはモンドの隣国に行くといい。あそこの岩の神は僕と違って、彼は年に一度だけ公の場に降臨し、それでもその仕事の頻度は誰かさんより上だ。とにかく今年のゲーセン儀式はもうすぐ始まるみたいだ。はあ、そんな大事なことをなんで早く言わないんだよ。待って、風を捕まえる異邦人。そうだよ、旅人。君が再び旅に出た時、旅そのものの意味を忘れないでほしい。テイワットの鳥、歌と城、チョコ、ファデュイと魔物、みんな君の旅の一部だ。終点は全てを意味するわけではない。うん、風神の忠告はここまで。ここから先はウェンティの時間だ。僕に聞きたいことがあったら今聞いておくれ。僕は銀融士、じゃあ早くリーユへに行くといい。よし。